ックスという B3 のチームですね、はい、に所属していまして、はい、まあ、彼5人制と3人制を兼務しているチーム、はい、あの選手になります、はい、まあ、そういった選手も結構いらっしゃったり。そうなんですよ。あと今年なんですけどね。あ、うまいな、1対1がシュート成功です。あれ近いよね、本当にもうその重みです。シュート成功です。うまいですね。広島選手からまた伊藤選手入ってきます。シュートの方は成功です。うまいな。そしてカウントワンスロー。おお、ナイスパス。ナイスパスです。選手シュート成功。よく見てますね。第5です。成功です。はい、選手が中に入ってシュート。この1対1がちょっと止められないですね。そうですね。現在ライノスの動きですね。またリバウンドの。そうですね。ですね。ここのでまた選手入ってシュート成功。6番クラスター選手飛び込んでます、ボールに。うまい。成功です。9対13。ずっと苦しんでますよ、大竹はここ。ああ、シュートの方は成功です。これが止められないですね、やっぱりね。大選手打つか。打つですね。2ポイント入りました。決めてきた。あ、自分でやってやるよ、やってやるよっていう感じでしたね。9対13です。入りました。2点。さあ1点差、非常に大事な場面。やはりここは伊藤。おお、シュート成功です。14対13、逆転。わあ、ここ止められるか。わあ、これはやっぱりスコア17点。そしてパスをしてのところでまたもらって中に入ってシュート。うまい。バンクショット入りました。20。そうですね。ここをどう攻めるか。うわ、入った。スコア入りました。ノックアウトって形になりました、はい、ここまでアルファーズは難なく点を取っている印象があります。選手シュート成功です。よく決めました。